皆さんこんにちは。長野電鉄は運転士不足のために特急の本数を一時的に半分に減らして運行するとの発表いたしました。今回は長野電鉄のこの人員不足の問題から、鉄道特に地方施設における運転士不足の問題の解決策について考えてみたいと思います。それでは長野電鉄の問題、この大まかな流れについてお話をしていきたいと思います。鉄道ファンにはおなじみの長野電鉄の特急スノーモンキー、これは昔の成田エクスプレスの車両ですね。そして特急雪森、これは昔の小田急ロマンスカーハイ SE という車両ですね。この2つの車両が特急として運行されている、これは皆さんもよくご存知のことかと思います。特急列車は自由席で100円、池森の展望車など一部指定席ありますけれども、これも300円とかなりお手頃な価格で乗ることができる特急列車として知られています。この長野電鉄の看板ともいえる特急列車ですが、現在1日20本走っておりますが、その半数にあたる須坂長野発湯田中方面行きの下りが5本、それから湯田中新州中野発長野方面行きの上り5本の計10本が運休となりまして、この運休期間は2024年の9月11日から12月10日までの3ヶ月間というふうにされております。減便の理由は運転士の退職に伴う慢性的な人員不足ということで、今回このように具体的に特急が減便になりますが、こうした人員不足というのはずっと続いていたということで、おそらくこれが限界に達する、おそらくですね8月9月この時期に退職される方がいらっしゃるんだと思うんですが、これによって回らなくなってしまっている。現在運転手さんの数は全部で31人、この方々がですね休日出勤もやりながらですね対応してきたということですが、それがどんどん厳しくなっていって、ここでとうとう限界を迎えてしまい、特急列車の減便という具体的な形になったのかと思います。現在補充として2名の方を養成中ということで、この養成期間が終わるのがおそらくこの12月10日までのこの3ヶ月といった、この3ヶ月を過ぎると、この方々が実際に運転できるようになるということなのではないかと思います。ですから本当にこの1名2名が今足りないというかなり厳しい状態なのではないかと思われます。長野電鉄につきましては北信濃ワインバレー列車といった、イベント列車が運行されていたりですとか、あとは秋になるとワイントレインなんていうのも運行されているんですけれども、こうした観光イベント系の列車ですね、こうした列車が一部運休になるとともに、ワイントレインに関しましては今年度運行しないということを決定したということで、やはりですね秋の行楽シーズンっていうのは非常に書き入れ時だと思いますので、この時期の減便というのは営業収益を考えてもですね非常に厳しいのではないかと思います。そして長野電鉄から、こうした減便の発表があってですね、確か同じ日だったと思うんですが、長野県知事の定例会見というのが8月9日にありました。でこの会見は YouTube で動画も上がっておりますし、一部抜粋して記事にもなっているんですけれども、その会見の様子 YouTube の動画を見ましてですね、その要点についてこちらちょっとまとめさせていただきました。実際にですね記者の方から知事に質問がありました。質問の内容といたしましては、これまで県としてバスの運転士確保、こうしたものは考えられてきましたが、今回のこの長野電鉄の問題も含めまして、県として公共交通担い手への確保への支援ですね、こうしたものについていかがお考えなのだろうかというような質問でございました。でこの会見の時点では知事まだこのニュースのことを知らなかったと、実際にまだ聞き及んでいないということで、そういうこともおっしゃってました。ですから一般論という前提で、回答なさっているわけでございますけれども、長野県内ではですね交通だけでなく人手不足、人口減少が問題ということで、こうした人口減少社会の中でこれからいかにですねこの人材の確保、人手不足の問題を解消していくのかということが非常に大きなテーマになっています。でこれは会見の中でも他の質問でもこうしたことについて、他の記者さんから知事に対して質問がありました。そして公共交通に関しましては地域の社会的な共通資本であるというふうに、知事はおっしゃってました。従いまして他の分野以上に取り組んでいく必要がある分野というふうに、このように捉えられているわけです。現在バス運転士確保への支援というのは行っているが、公共交通全体の在り方について現在県の中で検討していると。
そしてこれまで以上に公的資本を投入してでも維持していく必要があるというふうに考えているともおっしゃってました。具体的な策についてはこの定例会見の中では特に言及はされませんでしたが、今後こうした事業者さんと確認を取りながら今後どういうふうにしていくのがいいのかという方向性を考えていくということで取りまとめが行われるということです。今回のこの記者さんの質問というのが、バス運転士の確保と絡めてきたので、どうしても知事もこうした回答になってしまったんだと思うんですが、特に観光面での打撃、ダメージ、そういったものについての言及というのはありませんでした。実際この終点の湯田中からですね、先というのはいろいろな観光地があります。湯田中自体も温泉地ですし、その先には志賀高原といったところもありますが、長野電鉄のグループ企業に長電バスという、同じ系列のバス会社がありまして、このバス会社が長野駅から志賀高原のダイレクトのバスというのを運行しておりますので、一定ですね、この志賀高原という一番大きな観光地、ここは実際長野電鉄が作ったと言っても過言ではないと思うんですが、そうしたところまでバスが走っているということもあるので、とりあえず足は確保されているということではございますけれども、とはいえですね、冒頭でもお話ししましたようにワイントレインであるとかそうしたものが運休になってしまうということで、長電グループの中でもですね、長野電鉄というのが一番大きな会社になりますから、ここの収益が下がるというのは非常に大きなダメージであることは間違いないと思いますし、当然長野県の観光への影響というのも一定出てくるのではないかと思います。そして今回のこの問題なんですが、長野県も公的資金をこれ以上に投入してでもですね、維持していくというようなそうした姿勢を、知事の方も明言されておりますけれども、ただ公的資本投入だけで解決できる問題なのかといったところちょっと疑問を感じます。今回のですね、特急列車減便、人員不足でということですけれども、まずは地域の足として必要な普通列車を優先するということ、これ極めて自然な流れだと思うんですけれども、これはですね、高速バスとか貸切バスを減らして路線バスを維持するバス業界と極めて近い構図になっています。でこうして考えていきますと、公共交通として路線バスや普通列車、ただこれ単価が低いんですね。こうしたものを優先していかなくてはいけないというのはしょうがないといえばしょうがないんですが、単価の低いものを優先しなきゃいけないというのは非常に厳しい現状だと思います。これがもう最初からですね、民間会社でなければそれで構わないと思うんですが、やはりですね、鉄道もバスも民間事業者が担っているところがほとんどなので、そうしたところで単価の低い、経営効率があまり良くないものをですね、優先しなくてはならないというのは非常に厳しい現状だと思います。それからですね、鉄道のこの人員不足の問題に関して言えば、給与が安いということももちろんあるとは思うんですけれども、バスなんかであるようにですね、勤務時間がですね、不規則であるとか、そうしたところで避けられている。ただこれはこれまで私他の動画でも何度か言及しておりますけれども、しんどい仕事、きつい勤務体系であったとしてもですね、それを補ってあまりあるほどの高給であれば、こんだけもらえるなら少々しんどくても仕方ないねと思えるぐらい給料がもらえるんであれば人材は集まると思うんですが、果たしてそこまでそんなに給料をたくさん上げられるほど補助金を出すことができるのかといえば、さてさてそれはどうかなというふうに思うわけで、少なくとも人を集めるためには JR であるとか大手、こうしたところを超えるぐらいの、それぐらいの待遇っていうのが必要になってくると思います。最低でも同等、同等でもですね、やはりちょっと厳しいと思います。どうしても大手があればそっち行きたくなりますから、その大手を何らかの形で魅力あるこっちの方がいいなと思わせるぐらい、一番端的に言えばそれがお金ということになるんですけども、そこまでできるかといったところになってくるんじゃないかと思います。ただ本当にそんなことができるんであれば、すでにバス業界でそれが実行されていてその通りになっているはずですが、現実問題としてバス業界を見るとそんな風になっていないので、そこまで公的資本を投入するっていうのは難しいんじゃないかというふうに考えます。で今後の地方施設を考えていきますと、公営化、これが第三セクターであるとか上下分離であるとか、それはその会社地域によっていろいろ差が出てくると思うんですが、何らかの形で公営化というのが加速していくのではないかと思います。具体例を挙げれば北陸鉄道がそうですね、バス運転士の不足の問題さえなければバス転換できるけれども、それができないから仕方なく鉄道を残すといったような、そうした事例というのがすでに報告されておりますし、こうしたバス転換が難しいところであれば、みなし、要するにお金だけ出して上下分離っぽくするような方法ですけれども、こうしたことも含めてですね、鉄道事業者の負担削減というのが、今後の在り方といったところになってくるんじゃないかと思います。先ほどもお話ししましたように、待遇面を最低でも JR 大手並みにする必要があるんですが、
ただ上下分離で事業者の負担を軽減しても待遇面で変わるかといえばそこもなかなか変えられないと思います。そうなってきますと、県の中で他にあるものと一緒にですね、なるべくこう経営をスリム化していく、例えば上花線と氷見線を愛の風富山鉄道に移管するような、そうしたですね、スケールメリットを生かした大きなものにしていくという方法が、一番手っ取り早い方法ではないかと思いますが、その富山ですら富山地方鉄道の扱いというのが非常に難しくなってきています。その他の方法として考えられるのは、地方創生事業と絡めて大手私鉄や JR の協力を得るという方法ですね。ただこれは具体的に長野電鉄どうこうというお話ではなくて、地方施設全体の問題としてということですが、実際に小田急が倉吉市、東急が新潟県といったように大手私鉄が営業エリア外の自治体と連携している例というのはもうすでにあります。ですからこうしたところで連携しておけば、何らかの形でこうしたところ、鉄道事業に関するノウハウ、お手伝いといったものをですね、オファーすることもできるかと思います。実際に受けてくれるかどうかは別ですが、少なくとも関係性が全くないところにお願いするよりも、こうしたところで地方創生事業なんかで一度連携をしておけば、そこで一応コネクションができますので、そうしたところで事業をお手伝いしてもらう。例えば上下分離にして上の部分だけをやってもらうというような形、別にこれは大手私鉄に限らず、例えば北近畿丹後鉄道とウィラートレインもそうですけれども、そうしたようにですね、実際上の部分に関しては別のところにやってもらう、今回の場合はそれが長野電鉄がそのままやって、もちろん全然構わないんですけれども、ただいずれにしてもですね、上下分離という形自体というのはもう逃れられないんじゃないかと思います。そうしないと少なくとも地方施設が生き残っていけない。今回の長野電鉄に関して言えば、特にその経営が厳しいとかそういう話ではないんですが、実際に人員が不足していて非常に会社が厳しい状態になっていっているということは間違いないので、長期的に考えれば長野電鉄のような地方施設でも比較的大きな会社ですら今後を考えると厳しくなっていくというのは目に見えているのではないかと思います。長野の場合は信濃鉄道という第三セクターもありますので、こうしたところと連携するというのも一つの方法ではないかというふうに考えます。本当はこの人員不足の問題だけ考えれば、自動運転化といったところが一番の解決策にはなってくるとは思うんですが、鉄道の完全自動運転化っていうのはかなり難しいと思います。どうしても制動距離が長いというような、そうした技術的な問題もありますし、仮に自動運転化ができたとしても、それを投入するためにそのためにやっぱお金かかります。それが大手や JR のような大きな会社、資本力のあるところならともかく、地方施設でそれが実用化されたからといって、じゃあすぐに導入できるかというと、当然それにはお金がかかるわけで、なかなかそれもすぐというわけにはいかないんじゃないかと思います。どちらにしてもですね、まだこれ時間かかるので、それに達するまで、そこまでどうやって今後生き残っていくかの方が課題であり、そうなってきますと地方創生事業と絡めた大手 JR との連携とか、他の第三セクターと絡めてスケールメリットを出すとか、そうした方法でやっていくのが一番現実的な回ではないかというふうに思います。ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。